はい、皆さんこんにちは、柏清水の清水慎一です。今日はパートシュクレを作っていきます。パートシュクレはタルトの下の、台の生地、敷き込みの生地ですね、クッキーの生地に非常に似たよく、使われる、生地です。今日はそのパートシュクレを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず作る前にバターを常温に戻しておいてください。冷蔵庫から出したてのバターだと、硬すぎて生地が混ざっていか、いかないので、作る大体30分から1時間ぐらい、常温に出して柔らかくしておきます。最初に粉をふるっていきます。何でもそうですが、ふるいにかけるものは作業を始める前にふるっておいた方が、段取り的には非常に都合がいいです。途中で粉ふるいをしたりすると、手を洗ったり、しなければいけませんし、作業が止まってしまうので、最初に粉はふるっておくようにしておいてください。はい、そうしましたら、常温に出して指がこんぐらいに入るぐらい柔らかくなったバターを少し大きめのボウルに入れていきます。今日パートシュクレは手で仕込んでいきたいと思います。手の熱でもバターは、柔らかくなっていきますので、手で握りつぶすように、均一にしていきます。なぜパートシュクレは、ミキサーやハンドミキサーではなくて手で、混ぜていくかというところなんですけども、パートシュクレは極力空気を含まないように、生地を作っていきます。空気が入りすぎてしまうとどうしても、焼いた後にですね、もろい、クッキーの生地になってしまいますので、なるべく空気を入れないようにするためにもミキサーではなくて手で混ぜていきます。バターの塊がなくなって全体が均一な状態になったらお砂糖を入れていきます。このお砂糖の中には、塩も一緒に入っています。で、今日使っているお砂糖ですけれども、上白糖を使っています。お砂糖にもグラニュー糖とか、いろんな種類があるんですけども、このパートシュクレには上白糖というお砂糖を使うことで、非常に口の中で溶けやすい、食感が出る、パートシュクレクッキー生地が、作っていくことができます。お砂糖が均一に入ったら、今度は卵を入れます。ダマのない状態になったら、次に粉を入れていきましょう。配合状の材料を、順番に、混ぜていくだけですが、空気の入らないようにとにかく生地全体が、均一の硬さを保ちながら、混ぜ続けてください。で、粉気もなく、ダマがない、状態になったら、最後に香り付け、バニラエッセンスです。
はい、そうするとこんな感じで生地全体がまとまってきて、これでパートシュクレの生地の完成です。はい、そしたらラップを用意してください。ラップを広げてそこにパートシュクレの生地を包んでいきます。なるべく平たい形にラップでくるんで、こんな感じですね。でこれで、24時間、1日冷蔵庫の中で休ませてください。パートシュクレは必ず生地を作ってから、24時間、一晩ですね、冷蔵庫の中で休ませてから、次の日に使用していく、これがパートシュクレの使い方です。パートシュクレ完成です。はい、一晩寝かせたパートシュクレがこの状態になります。こちらは、のしていく前にもう一度手で生地全体を均一の硬さに練り直していきます。そうすることで、綿棒で乗すときにですね、非常に乗しやすくなりますので、必ず生地全体をまとめてください。でここで使うのが、内子ですね、強力粉、強力粉を使って、テーブルや型に生地がつかないように強力粉を使っていきます。綿棒を使って伸ばしていきます。綿棒の使い方ですが、最初からローラーのように使う方がいらっしゃいますけども、塊ですのでこんな感じで押しながら生地を広げてあげます。これが綿棒の使い方です。で裏表両面にですね、軽く打ち粉をしながら生地を広げていきます。均一に乗すのが心配な方は、ここに、例えば4ミリとか5ミリとか6ミリとかの、なんていうんだろうな、バールを、当て込んで乗していくと均一に乗すことができます。乗す時のポイントです。乗す時にただ、前に伸ばすのではなくて、手の動きは平泳ぎのように横に広げていきます。そうすることで生地が均一に伸びていくので、ただ押すだけではなくて平泳ぎのように横に広げていってください。使うタルトの型は直径17センチのステンレスのセパレート式の型を使っていきますけども、直径17センチですので、ここにこんな感じでですね、型の大きさを調整しながらパートシュクレの生地の大きさを伸ばします。ピケローラー、穴を開ける道具ですけども、これで生地を上下に伸ばしてあげることで、生地に穴が開いていきます。なぜここで生地に穴を開けていくかというところなんですけれども、オーブンの中で焼くときに、このパートシュクレの空気の逃げ道を作ってあげます。この空気の逃げ道を作ってあげないと、
どうしてもですね、パートシュクレのオーブンの熱がパートシュクレの底に溜まってしまって、そこがこう上に浮いた状態で、なんですかね、穴が開いたような感じで焼き上がってしまったり、することもありますので、必ずこのピケローラを使ってこのように穴を開けてあげます。そしたら型に生地を敷き込んでいきましょう。タルトの横の壁に指を使って生地をくっつけてあげます。生地を落としていきます。ここで切り落としたこの生地ですけども、また同じように冷蔵庫で冷やして、同じような作業を繰り返せば、なくなるまで使えますので、ラップにくるんで乾かないようにラップにくるんで冷蔵庫にしまっておいてください。そしたらもう一度指で生地をタルトの側面にしっかりとくっつけてあげます。最後に、ペティナイフの刃の方ではなくて背中の方を使って外側に生地を切っていきます。ナイフの刃の方を使って切ってしまうと、どうしても生地が、短く切られてしまって、焼くときに、焼き縮みがひどくなってしまいますので、必ずペティナイフの外側、背を使って外側に生地を切り落としていってください。これで、パートシュクレから、タルトの敷き込みの完成です。はい、今日も YouTube を見ていただいてありがとうございました。今日はパートシュクレを作りました。パートシュクレはこのようにタルトの、生地、タルトの底生地になる生地です。今日のパートシュクレと、クレームダマンドの動画も、ありますけれども、クレームダマンドを組み合わせるとタルトの台が上がってきます。ですので、そちらの方もぜひ見ていただいて、皆さんオリジナルのタルトを作っていただければと思います。面白いな、勉強になったなという方、ぜひ、チャンネル登録、それからいいねボタン、よろしくお願いします。